ショーン・ファニングはアメリカ合衆国のプログラママサチューセッツ州ブロックトンに生まれる少年時代はスポーツをして過ごすが高校生の時に初めて触ったコンピュータでインターネットにはまり込みプログラミングを学び始める1998年秋ノースイースタン大学に入学在学中既存の MP3 検索サービスに不満を持っていたルームメイトの声を聞き P2P 技術を用いたファイル共有ソフトナップスターの開発を始める。1999年1月に大学を中退し、5月にナップスター社を設立。しかし著作権を無視したファイル交換が横行したため著作権侵害訴訟が起こり、2001年7月にサービスを停止。2002年11月、ロキシー社に買収された。2002年、ジョーダン・メンデルソン。 ロンコンウェイと共に合法的な音楽配信の技術を開発、提供するスノキャプ社を設立した。2006年12月ファニングはワールド・オブ・ウォークラフトのプレイヤーのための SNS、ラップチャーを開発した。ありがとうございます。